今はちょっと緊張で目覚めたら大丈夫です排水の陣みたいな感じの意味で行こうと思ったんですけど、お尻にニトロみたいなその言葉とかも全然自分の中になかったんで、すごいなんかもう一回ちょっとゆっくり考えようって思いました。そういうふうにおっしゃっていただくと、なんかすごい心が晴れたような気持ちになりました今。やっぱそういう世界のこう前線を走られてる人はやっぱそういう気持ちがやっぱ根底にあるとか大事って思ってるんだなと思って。おじばです。こんばんは。こんばんは。ごきげんよう。おじばです。はじめまして。はい、なんか YouTube 見ていただいてありがとうございます。あ、いえいえ、自粛中とか勉強疲れた時とかよく見させていただいてます。それ嬉しいね、なべちゃんね。いや、もうめちゃめちゃ緊張しますやっぱ今はちょっと緊張で目覚めたんで大丈夫ですか今6年生なんですよね。はい、はい、6年です。国家試験の前で大丈夫ですか。そうですね、今自分大学なんですけど、はい、5年の秋から臨床実習みたいなのがあって、実際に患者さん配当されて治療するっていうのがあるんですけど、それでちょっとまだ治療絶賛治療中で、あんま国試の勉強はそんなまだっていう感じです、ね。だんだんやっと始まったぐらいで。まあね、でもまあ大丈夫でしょだといいですけど、はい、まず試験っていうのは、はい、3つの大切なものがあって、はい、まあ、準備、はい、その次大事なのがやっぱこうドキドキしちゃうと思うんで勇気、はい、あと最後は時の運、はい、だからまず何をしなきゃいけないかっていうと準備をするということですよね。ドキドキするのはみんな同じだと思うから、ドキドキを減らしていくのはやっぱり準備の量が増えればドキドキも減ると思うし、こんだけやったんだからと思えばね、はい、であとは最後はやっぱ時の運っていうのもあるんで、まあ、いいことだけを考えて、進んでいってもいいと思うし、万が一の時があっても何かそれは神様がちょっと立ち止まった方がいいんじゃないのっていう時があったのかもしれないし、どういうふうになってもポジティブに考えればいいんじゃないかなと。はいね、今回さつくんはどういったことでこのケンジ先生のチャンネルを見つけになったんですか。元からちょっとインビザラインのこと興味があってずっと、それでそのインビザを大学だとちょっとあんまインビザ反対みたいな感じ、共生の先生に聞くとそういう感じの意見が多くて、でそういう話を大学の別の近い先輩に聞いた時に、その本郷で小島先生っていう先生がすごいらしいっていう噂を聞いて、そこからインスタグラムと YouTube ずっと、ずっとそのインスタグラムをずっと拝見させてもらってて。ああそうですか。はい、すごいなと思ってなんか去年の秋ぐらいからそういうの興味持ち始めて、でその時にはやっぱ抜歯症例とかがやっぱできないとか噛み合わせがっていう風に三ヶ島先生からは言われたんですけど、そんなこと関係ないじゃんと思って、インスタグラムの写真拝見させてもらった時にそれで感動しました今日はね、そのメインがその渡辺先生のところのね、はい、頑固前のお話になるんですけど、もしあれだったらなんか聞いておきたいこととかなんかないですか。もういいですか。いいっすいいっす。大学がどうしてもそのインビザっていうことをあんまり、まあ、積極的に使わないで、あんまその学ぶ機会が少ないんですけど、その小島先生から見られてこれから先ってやっぱインビザがメインになっていくっていう感じですかね僕はね、まず僕となべちゃんは大学の時同級生だったんですよ。はい、それで僕たちが卒業したのは24年か5年前でしたっけ。その時インプラントってなかったんですよ。インプラント科もなかったんですよ。はい、それで将来インプラントなのかななんてみんな思ってたんですけど、当時分かんなかったよね、なべちゃんね。全く知識なかったですよね、うん、でインプラントっていうものが今みたいな感じになるっていう感覚が僕はあったんだけど、どこの大学も当時日本歯科さんだけがインプラント科があって、僕行ったんですよ、インプラント科に。で入れますかみたいな感じのね。結局僕もうちの父全然医療系じゃなくて、歯医者さんになりたいんですけどいいですかって感じで始まって、で父に聞いたんですけど 何がこれから来ますかねみたいな、今と同じような質問したんですよ、
はい、そしたらそんなのわからんよと。でそれは自分で決めろと、やりたいことで、僕と鍋ちゃんは全然その矯正と口腔外科でもう対極的な道で行ってるんですけど、まあ、今こうやって一緒に働かさせていただいて、僕自身もね、YouTube でもお話ししてるんですけど、初めからインビザラインが来ると思ってやってたわけじゃないし、インビザラインっていうものをその可能性があるなっていうのは思ってたんですけど、分かんなかったんですね。ただまず間違いなく言えることが3つあって、まあ、1つはデジタライズ化がどんどん進むってことですよね。昔はちょうど僕たちの時、なべちゃんパノラマがフィルムだったよね、まだね。うん、そうですね、現像液に入れて、そうそうそう。でデジタルレントゲンはまだその画像が良くないんだよねとか、あと口腔内写真もデジタルあんまりだよねとか言ってる人いたよね。僕矯正科の時は本当にフィルムのレントゲン写真、フィルムの口腔内写真撮って目の前に出して翌日見てあーとか言ってたんですよ。なのでデジタルはもう間違いなくどんどん進んでいきますよね。それがもう僕の考えとかじゃなくて、それはもうみんなが分かっていること、はい、でもう一つ言えることは、そのインビザラインっていうそのシステムはグローバルスタンダードの一つの、もう本当に、スマートフォンみたいな感じだと思うんですよね。でリーディングカンパニーであることは間違いないんですけど、今世界のそのマーケットではどうなってるかっていうと、やっぱりインビザライン社の持ってるパテントがどんどん切れて、やっぱりこうどんどんいいものはね、昔はスマートフォンはアップルしかなかったけど、今はどんどんいろんなメーカー出てるじゃないですか。いろいろな大企業が大資本でインビザラインと同じものをどんどん作ってるんですよ。なのでそのインビザライン一強っていう時代はね、その昔の話で、グローバルなマーケットでいうとインビザラインのマーケット以上のネットワークを持ってる会社が、例えばストローマンとかね、デンツプライシロナとかオウムコとか、そういうとこがもう入ってきてるんで、アライナー矯正治療っていうものはインビザラインだけじゃなくて、アライナー矯正治療というものはこれから増えるのはもう間違いないと思うんですね。キャドキャムの方に進むのと同じような感じだと思うんですよ、補鉄がね。それがまず2つで、最後は何かっていうと、デジタルが進んでいったとしても、僕たちのその対象とする方は人間の患者さんなんで、やっぱり患者さんってこう気持ちがあって痛みがあって、あとはやっぱり喜びがあって悲しみがある。で僕たちは人間を治療するんで、機械の治療じゃないですから、やっぱり僕たちの医療の心っていう、医療人の心っていうのはすごく重要だと思うんですよ。でそれは絶対変わんないと思うんですね。ただこういうふうに今僕と先生がね、あと渡辺先生がこうお話しさせていただいているツールはデジタルなんで、デジタルのツールは使うと思うんですけど、その人間力、その医療の気持ち、患者さんを助けたいっていう気持ちだったり、コミュニケーション能力、患者さんのこの細かい反応とかね、あと筋肉の動き、痛み、関節の状態、縫合っていう、そういうもう王道の部分っていうのは、それは変わらないと思います。もし変わるとしたら、そこの部分を いかにそのデジタルのツールで補完するかっていうのはあると思うんですけど、所詮デジタルはツールだと思ってるんで、やっぱり最後はこの先生の人間力っていうかね、その医療の気持ちを持ってる人が本物なんじゃないかなと。なのでデジタルだったりインビザラインだったりアライナーっていう、そういう装置を使ってるとしても、患者さんを助けたいっていう気持ちがあるかないかっていうのが変わってくるんじゃないかなっていうふうに思います。どうですか今の話聞いて。いや、なんか、なんかすごい自分の大学でやっぱ矯正科に行く人って結構やっぱ矯正、とりあえず矯正とか、うん、そういう人がやっぱ多くて、でそういうのがすごい自分のモヤモヤしてたんですよ、うん、なんかそういうのじゃないんじゃないかなと思って、誰かを笑顔にしたりとか、でなんかそれいうモヤモヤをなんか小島先生がそういうふうにおっしゃっていただくと、なんかすごい心が晴れたような気持ちになりました今、やっぱそういう世界のこう前線を走られてる人はやっぱそういう気持ちがやっぱ根底にあるとか大事って思ってるんだなと思って。普通ですけどね、ね、ナベちゃんね。まあ今だったらそうですけど ね。まあ今まだ学生さんなんで、将来のこととか多分いろいろ悩まれてるとか思うんですけど、うん、今どうですか、何か一番こうなんか一番悩んでることとかっていうのって何かありますか今。と
自分長野県出身で、将来を長野に帰ろうと思ってて、上田城ちょっと遠いです、松本城の方です。源次郎くん、そこまでは分かんない。すいません、真田。あ、そうです、真田さんね。はい、それで高齢者、長野県って長寿県で、その高齢者の人がやっぱたくさんいて、で自分の祖母が胃ろうになって、まあ3、4年前ぐらいの時に、その時に、まあ、自分が何もできなかったっていう悔しい思いがあって、今摂食嚥下の方にも興味があるんですけど、でも父が開業してて、それをやっぱ継いで長野でこう何か地域に貢献したいっていう思いがやっぱ強くて、でその後摂食嚥下だけじゃなくて、まあ、矯正とかもやりたいっていうふうに思って、でも専門医を取って変えるのはどうなんだろうって、その自分のキャリア的に思ってて、でここからその摂食嚥下とか勉強して帰ると多分10年後ぐらいになると思うんですけど、その時に、まあ、長野県でちょうどインビザラインが流行り出すか広がってくるぐらいだと思うんですけど、その10年後に自分が長野でアライナー矯正をやるにあたって、どういう勉強をしていけば自分の力で展開できるのかなっていうのをお聞きしたいです。10年後ね。そうね、僕はこうシンプルに考えてて、正解はないと思ってるんですよ、もう本当に。例えばこの道に行けば正しいとか、この道に行ったらダメとかね、そういうのはないと思ってて、やっぱりその性が、僕は今これに惹かれてるんだっていうところにまず行く、一生懸命勉強ってキリがないんですよね。極めるというのも、極めるとこまで行かないと思うし、極められないんですよね。例えばどういうことかっていうと、その僕とかなべちゃんがね、その尊敬している菅原淳二先生っていう、日本で多分一番海外の先生が知ってる矯正の先生なんですけど、いまだにまだ毎年上手くなってる、毎年面白い、去年よりか今の方が上手いっておっしゃってるんですよ。今74歳かな。プロフェッショナルの世界ってそういうフィールドなんですよね。小学校は6年生、中学3年、高校も3年、大学僕たち6年、だけどプロフェッショナルっていうのはもう無限なんですよ。だから極めようとするとか、その学ぼうとすると、やっぱりそれはもうキリがないと思うね。まずどっかで線引きをしていかないといけないっていうふうに思ってるんですね。長野県でお父さんの病院を継ぐっていうふうに考えるとするならば、お父さん今おいくつですか？59です。いや60だとして、ね、例えば10年後に戻るっていうふうになると70じゃないですか、でそれだと遅いと思うんですね、というと、やっぱりもう4年か5年で戻ってあげないとダメということですよね、で戻ったらよくこういうふうに思う人いるんですよ。勉強がもうできなくなるって、ね、そんなことなくて、僕は父が突然倒れちゃって、で僕が父の会社をしなきゃいけない時があったんですね、しなきゃいけないっていうか、僕がやりたいっていうか、僕しかできないと思って、僕は父にすごく感謝してて、僕が歯学部にしたいっていうのを応援してくれた人なんで、もう意識がない状態だったんでね、父がね。僕ができることはもう思いっきりやろうと思ってやってたんですけど、結局意識が戻らないまま他界しちゃうんですね、5年後に。で今思うのは、やっぱりもっとコラボレーションいっぱいしとけばよかったっていうのがまた一つですね。で父の会社がなくなっちゃって、でおじさんの助けを得て、ご紹介していただいた病院から融資をいただいて、全部フル借金で病院を作って始めるんですけど、海外に行くようになったのはそこからなんですよ。もう僕が生きていくときに何を学ばなきゃいけないのかっていう、後ろにこう火がついててね。で、ある今ね、新しい出版の本のプロジェクトがあって、これはビジネス向けに書いてる本なんですけど、本のタイトルどうされますかっていうのがあって、はじめお尻にニトロとかいうタイトルにしようと思ったんですよだけどちょっとそれは良くなりませんみたいな排水の陣みたいな感じの意味で行こうと思ったんですけど、お尻にニトロみたいなそれぐらいもうね、こう
これしかないやるしかないっていうのがあって、でドイツのシューブ先生のところに行くっていう、開業してからですよね。でその時はもう、父がもう他界されてたりとか、あと子供もちっちゃかったりとか、まだ病院も全然もう軌道どころかもう即死的な感じの、院長が本当にしょっちゅうドイツに行っちゃうんで患者様にもちょっとお待ちくださいみたいな感じのこともあったし、でもそこからその海外に行くようになって、でそこでいい先生と出会ってっていう感じだったんで、当初の時間軸タイムラインで考えると、お父様が65までの間にまず帰ると、そのなんでかっていうと開業するっていうのはどこでもできるじゃないですか、東京でも、はい、だけどお父さんのところでやるっていうことは何かっていうと、お父さん の, その頑張って治療された患者様を先生がちゃんとこう守るっていう、そこですよね。他の患者様もいるけど、他の患者さんではなくて、お父さんが今まで人生をかけて助けてこられた患者さんを僕が守りたいというそういうことですよね。なのでもしそれだとするならば、お父様がもう辛い復唱するところまでやっぱり一人でさせるってことは良くないと思うし、お父様から学ぶこともすごく多いと思うし、こういうことをして僕たちを守ってくれたんだっていうのを知るのもすごく重要なことだし、お父さんも嬉しいと思うんですね。で一緒に大きくするっていう、勉強するようにしたいともし思ったら、65歳の時までにお父様のところに行かれて、お父様の病院をまず大きくする、安定する経営で、ドクターを雇って先生がよしもう一回また勉強するぞっていうことができる体制を作ると。僕もうちのクリニックに鍋ちゃんだったりいろんな先生がいてくれるおかげで僕も勉強できるんで、今でもなので勉強しようと思って、体制を作ることができると思うんですね。まずその軸足がそこにあるとするならば、それをすると、でその後に、ね、もう1件作るとか2件作る3件作るって全然もう自由だと思って、まずはそこのお父さんのところをねまず守るといいじゃないですか。すごく素敵だと思いますよ、ありがとうございますね、なべちゃんな、今すごいこうバイタリティ溢れてるというか、なんかすごいエネルギーをやっぱすこうやられてることを見て もういろんなことでどんどん挑戦っていうかやられていくじゃないですか。で自分まだ全然20代なのにちょっと疲れたなとか思っちゃうんですけどそのなんかモチベーションみたいなのってどっからそんな湧いてくるんですか？それかそれともともとなんかすごい体力がある方なのかみんなに言われるからね、それね大体の勉強会の先生に言われますよねあのね、僕はその自分の父がやっぱりその目の前でこう亡くなるっていう瞬間を見たんで、その生きてる時に思いっきりやるっていう、その与えていただいた命を一生懸命、すごく元気な人が突然バターンと倒れちゃったんで、僕の子供にもあの僕もそっち系だと思うよって話してるんですよ、だから今できることを一生懸命すると、あの絶対にできないことっていうのは永遠に生き続けることじゃないですか。今はね、もしかしたらいずれメモリーとかにデータを入れて生きるようなことができるのかもしれないけど、とにかく今数十年は無理だと思うんで、ということは限られてるわけですね。いつか死ぬと、一日一日死に近づいてるわけだから、僕たちよりかもお父さんお母さんの方がそれが近づいてるわけですよね。で僕子供いて、子供を見てね僕が良かったなと思うのは、何でもいいからとにかく一生懸命やってくれてると親は嬉しいんですよ。で親が寂しいなと思う瞬間はとにかくつまらないとか疲れたとか言ってると、せっかくね生まれたんだからね、とにかく楽しくやってくれればいいと、すごいことを別に望んでるわけじゃないけど、ちゃんと、ね、好きな人ができて、好きな仕事だったら嬉しいし、でさらに誰かのためにね、なんか働けたりしたら子供がすごいねと、よかったねって思うし、僕の父のお葬式行った時に悲しいという気持ちがあったんですけど、それ以上に多分父はよろしく頼むぞっていう気持ちで僕を見てたんじゃないかなと思って、僕のちっちゃい1歳ぐらいの子供がいたんでね、だから僕がこの人に思うことは何かなって思うと、とにかく限られた時間人生を楽しくやってくれと、思いっきりやってくれと、でいいかどうかは分からんけど、最後お墓に入る時によかったかなって思えばいいんじゃないっていう、なのでちっちゃい、ね、ことを気にしてあれ
できないこれできないとか、他の人のその顔色を伺いながら生きるっていうことはしなくていいんじゃないかな。その人に迷惑をかけることはダメだと思うんですけど、そうじゃなくて自分のその人生ですから、自分の信念とそのチャレンジをやっぱりこうしていいんじゃないかなと思うんですよね。だから僕がそのもしね、その系の人間で65の親父帰るまでの間、とにかく元気でいてくれと。で僕は月に1回ね、ドクターになったら一緒に働かせてほしいと、ちょっとバイト代くださいと。であとはもう月からもう土まで毎日働いて、とにかくいい先生になる、で早く帰ってきますんでと、まあ、そういう感じでやるかもしれないですね。そしたらお父さんも、おお65かと、長いなみたいな、早く帰ってこいみたいななるかもしれないし、その時間が決められてるとすごくタイムスケジューリングがすごく良くなるんで、僕も卒業して5年ぐらいは休みなかったですね。祝日も働いてたし、日曜日も働いてたし、早く上手くなりたかったんで、僕はとにかく親になる方はやっぱりちゃんとつながっていくと思いますよ。なのでまずはね、その目の前のタイムラインをこうやりながら、ちゃんとこう中間地点の目標を決めて進んでいかれるのがいいんじゃないかなと。はい、いや嬉しいです。てかもう本当になんかお父親の65歳までに大きくしてとか、経営を安定させてとか、あとお父さん父親の守ってきた患者さんを自分が守るっていうその言葉とかも全然自分の中になかったんで、すごいなんかもう一回ちょっとゆっくり考えようって思いました。でも本当そういうんだなと思って、今自分の中でもちょっとハッとさせられた部分があったので。僕もなべちゃんももうお父さんいないんで、はい、なので親孝行したい時に親はなしって言葉があるじゃないですか。で僕はね、父が違う仕事で、なべちゃんはお父さんが整形の先生なんですね、整形外科ね。だからコラボするっていうのがなかなか難しいんですけど、そのお父さんと同じ道に来てらっしゃるわけだから、生まれた時からあと応援してくれてるのもお父さんとお母さん でその子がね、6年間東京に来て頑張ってて、今寂しい思いしてると思うんですよ。だからやっぱりこう力をつけて待っててよっていう風に一言言ってくれたら超嬉しいから、長生きしちゃうだろうしね。でやっぱり自分のお父さんお母さんをやっぱ親孝行してあげるっていうのはすごく大事だから、でいつか死んじゃうからね、なのでいらっしゃるうちに思いっきりやっていただきたいと思うし、それはかっこいいことなんで、でそれが達成してから次の目標っていうのもね、まだ若いからどんどん立てられると思って、心配せずに思いっきりやっていただければと思います。はいいやー本当に長く時間喋ってしまいましたけどね。そうですね、じゃあちょっとお米をお送りして、ね、はい、ありがとうございます、楽しみしてます。ぜひたくさん食べてくださいね。はい、たくさんと作ってもらって、はい、ね、なべちゃんのね、はい、作り方のあれをよく見て、YouTube の、はい、食べてみてください。はい、ね、ありがとうございました。すごい幸せな時間でした。ありがとうございます。